こんにちは、スプリングです。私は今大分県の豊後豊岡駅に来ております。今特急ソニックが通過いたしました。この駅でね、ちょっと特急列車の撮影をしてみようかなと思います。もう時間が4時前ですのでね、本数は限りがあるかなと思うんですけども、早速撮影をしていきたいなと思います。ここ豊後豊岡駅は木造駅舎になっております。別府駅からすぐ近くなんですけどね、こういうのはかなりいい感じの駅になっておりますよ。見た目は本当に無人駅のような感じなんですけども、実は有人駅のようで、この時は時間的にならなかったのかな。時間によっては駅員さんがおられるようです。そして先ほど入り口のところに18切符のポスターがあったと思うんですけども、実はあのポスターの撮影地がここというふうになっております。そしてこの日豊本線はここは別府湾に沿っているので、目の前が別府湾というふうになっております。豊後豊岡駅はこのように、大分駅側がね、カーブをしているんですね。今回このカーブを利用してちょっとかっこいいソニックが撮れないかなと思いまして、やってまいりました。ということで、今日も200、500を使って超望遠でね、ぶち抜いてやろうかなと思います。しばらくいたしますと大分別府方面から883系ソニック号がやってまいりました。ここをね、カーブをしていますので、この車両を振り子式装置を持っていますから、車両を傾けてやってきますよ。無難にアウトカーブの編成写真を撮ろうかなと思ったんですけども、あえてフレームアウトさせてみました。より一層かっこいいかなと感じますね。こちらは試運転というふうに書いてありましたね。大分まで持っていくんでしょうか。ちょっと用途は分かりませんが、415系の姿も撮影をすることができました。超望遠でしたので、このように先ほどと同じようなフレームアウトという構図になっております。ここは大分からも近いということで、およそ30分に1本のペースで普通列車や特急列車がやってくることになります。今回やってきましたのはこれ何系か分かりませんけども、独特な顔つきをしておりますね。九州は大体は水戸岡鋭治さんの車両デザインをした車両が多いということですのでね、こういう奇抜なデザインが多いということになっております。そしてしばらくすると向こうから885系のソニックがやってまいりました。こちらも先ほどと同じく振り子式装置を搭載しておりますので、車体を傾けながらやってまいりました。かなり暗くなってしまいましたが、今回は編成写真も撮ってみました。そしてこの後のカットはもちろん、せっかくですからね、フレームアウトをした写真を撮ってみましたよ。それまたしばらくいたしますと、今度は先ほどと違った415系が大分方面からやってまいりました。いや、撮れてよかったですね。来ないかなとちょっと待ち望んでいたんですけども、フレームアウトさせると本当にかっこいいですよね。圧縮感が出てね、私本当好きなんです。その後のカットも、ちょっとバランスは悪いですがね、写真を撮ってみましたので、押さえておきたいと思います。出発時の撮影もしてみましたよ。いや、かなり雨がね、降ってきてしまいました。でもね、露出はかなり低いんですが、雨の中走る列車もかっこいいのでね、あと1本だけ撮影をしようかなと思います。かなり雨が降る中、883系やってまいりました。これヘッドライトで絶対雨が輝きますね。いやー、雨の中を走る特急ソニックかっこいいですね。やっぱり想像の通りね、雨粒が輝きましたよ。
そしてその後は文豪豊岡駅の駅の撮影をしてみました。18切符のポスター風に撮影をしてみましたよ。なかなか味のある駅でしたね。いや、またソニックもね、取りに行きたいなと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。